アイトール、ゴンサレスアイトール、ゴンサレスヒメネスは、スペイン、バスク州ギプスコア県、スマラガ出身の元自転車競技選手。1998年、アビアンカと契約を結んで、プロ転校。1999年、ケルメコスタブランカに移籍。2002年、ブエルター、エスパーニャ総合優勝を果たす。また、同年のジロでイタリアでは、第8、 19ステージを制覇し、総合6位。2003年、ファッサ・ボルトロ2席。ジロでイタリア第15ステージ制覇。2004年、ツールド・フランス第14ステージ制覇。2005年、エウスカルテル・エウスカディ2席。ツールド・スイス総合優勝。2005年9月、フランスのスポーツ紙、レキップに、ドーピング違反の疑いが報じられる。理由は、途中棄権した。 同年のブエルター、エスパーニャ期間中に禁止薬物を使用した疑いがあるとのことであった。この報道に対して、ゴンサレス側は、代理人弁護士が、そのような事実はないと主張し、所属チームのエウスカルテル・エウスカディも、ゴンサレスの潔白を支持していたが、2006年4月、エウスカルテル・エウスカディは、態度を一変。その後、他に契約を結ぶチームは、現れず、 現役から退いた。ありがとうございます。